71から405は、ロシア連邦のウラルトランスマッシュが開発した路面電車車両。ロシア連邦各地の路面電車路線に向けて製造が行われている。ループ線が存在する各地の路面電車に適したカッター運転台のボギー車で、2003年から製造が行われた71から403をもとに、設計変更を実施した形式である。 当初は2005年に発表される予定であったが、開発の遅れから発表を及びし運転の開始は、翌2006年となった。先頭部や後部のデザイン、乗降扉や稼働装置、総括制御への対応など、基本的な構造は71から403を踏襲している一方、車体は大きく変更されており、フレームに長方形状のパイプを用いるほか、 着色ガラスを用いた側窓の寸法が大型化している。また、電気機器にはモジュール構造が採用され、使用事業者での修繕が容易となっている。さらに全平時霊系誘導電動機や二重絶縁構造によって、外部からの粉塵をはじめとした汚れにより、電気機器に支障をきたさない構造が取り入れられている。制御装置は71から403と同様に、 VVVF インバータ制御方式に対応する。2007年から量産が行われ、ロシア連邦各地の都市に導入された。また、導入都市や技術の進歩に応じた以下の派生形式の製造も実施されている。ありがとうございます。